この戦法時にお帰りになられた方がよいでしょう。それでももしこの戦法時に入る理由があるのならば止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。この戦法時ただどうか。 進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。
Thank you.
猿が三匹。一つはカラカ。
どうかお許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。確かにもらい受けた。あなたは竜院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜院を立つ術があると。うん。つまり巫女は竜院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの竜院を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆は
ここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど流因が人の生き方を歪める、それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。
らぬと思うか。ええ、食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということじゃな。ええ、おかげで戦場病にかかる者も多うございます。そうか、何とかして塩を手に入れねばな。キロか。これは、ああナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。はお、確かにな。セキロ、やはりお主には人斬りの才が。褒美じゃ、取っておけ。しかと。セキロよ、お主ならば。天狗殿。わしはもう少しここで進んでいく。行け、セキロよ。Good.